はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエストモンスターズジョーカー3のパート98を始めたいと思います。ですね、今ちょっとパーティー見たらわかるんですけど、4月20日に、先行配信でね、これですね、この4体、4体なんですけど、キングスペリオとデモンスペリオなんですけど、今レベル50まで上げちゃったんですけどね、こちらの公式サイトで、こういうね、発表があって、店舗に行ったら、キングスペリオとね、デモンスペリオをね、交換できますと。なんでね、改造疑惑がね、あったモンスターなので、そのデータとね、あとコインによって交換した時のデータをね、比較しようかなと思ってね、今レベル50まで上げたんですけど、その経過のね、動画と、あとデモンスペリオをね、全然使ったことがないので、それに関する、カラーとかね、特性とか、どんなものがついてる、どんなスキルがあるとかね、あとコインで交換した時と普通に戦って手に入れた時の、スキルの違いとかも、そういうのを紹介していこうかなと思います。今回はですね、今パーティー見たらわかるんですけど、このキングスペリオと、2体とね、デモンスペリオ2体というのが、ステータス違うんですね。スキルが、この王の力 SP って持ってますよね。で、レベル10と。で、こっちも、魔王の力 SP、レベル10。これはね、対戦で戦って入ったデモンスペリオとキングスペリオですね。そしてこの下が、キングスペリオのスキルしかついてない。そしてこっちもデモンスペリオのスキルしかついてないデモンスペリオですね。というのが、一回手に入れると、ここで、デモンスペリオとキングスペリオが2枚で交換できるようになるんですけど、このジョーカーもそうなんですけどね。で、交換でいくらでも手に入るんですけど、交換で手に入れるモンスターって、このキングスペリオ、デモンスペリオ、スキルがね、右上ね、この魔王の力と王の力がついてないですね。この正規品で手に入れたキングスペリオは王の力と魔王の力がついてますね。で、以前これ改造で手に入った、キングスペリオも王の力ついたんですけど、それはちょっと改造だったので、手放してね、正規品でね、入れてもステータス同じですね、これ。で、強さ的に戦っても一緒だったんですけども、ちょっと比較してみようかなと、せっかく手に入れたのでね。なので、これをね、ちょっとレベル上げたらどんだけ違うのかなというのもちょっとやってみたいと思います。なのでね、これまだ乗ってないんでね、手に入れたばっかりなので、これをちょっとレベル上げてこようかなと思います。はい、4体ともレベル50まで上げたんですけど、これね、正規品と、交換、コインで交換で手に入ったキングスペリオね、この王の力は133まで上がってるんですけど、この王の力が、1ポイントプラス30とか7番9番についてるんですけど、そこまでちょっと解放してないんですけど、で、何が違うか。ステータスが全然違いますよね。上200、1ポイントが259あるのに、下が208なんですね。若干やっぱり普通に戦って手に入れたスペリオの方が強いんですかね。こっちもそうなんですよね。デモンスペリオもこの魔王の力を持ってる正規品の方がやっぱりステータス全然違うんですよね。全てにおいて上に上がりますね。レベル50ではこんな感じですね。で、この魔王の力と王の力が一つずつしか持ってないので、これはなくさないように大切にしていこうかなと思います。それで、すれ違い通信で改造ですれ違うスペリオとキングスペリオとデモンスペリオいるんですけど、このね、机にの四角、強って強いっていう字が書いたのが正規ですね。正規なんですけど、それすらもう改造で出回ってるみたいなので、もうね、なんかそこはいいかなと思ってね、もう何やってもね、改造なのか改造じゃないのかもうわからない状況になってるので、もう区別がつかないですね。なのでね、このコインで手に入れるのが一番もう改造じゃないので、ここは正規なんですけどね、ステータスがやっぱり違いますね。検証としてはそうなんですけど。で、これをじゃあ全部配合して SS プラスにしたらどうなるか。キングスペリオは紹介したんですけど、前の動画が中途半端だったので、今回のね、動画、こっちのね、ちゃんとした方を、配合したらどうなるかやってみたいと思います。はい、デモンスペリオなんですけど、SS プラスにすると、まず、亡者の執念がついてますね。これは死に至るほどのダメージを受けても、ラウンド最後まで生きたいないことがあると。で、ノーマルボディ、闇系の骨、時々黒い霧。連続かける2。暴走期間。暴走期間は、最大ヒットポイントが半分以上残っているとき、ダメージを受ける代わりにテンションが上がると。これがついてるみたいですね。キングスペリオなんですけど、こっちはね、くじける心。これもね、死に至るほどのダメージを受けても、ヒットポイントが1だけ残ることがあると。そして、アンチ見返しアップ。敵の見返しを無効にする。で、電撃ブレイク。
電撃ブレイクは電撃系の特技が効きやすくなる。ただし電撃系の向こうの敵には効果がないと。で連続かける2先手ハンター、まあ、行動が終わった相手にはダメージをね少し与えられると、多く与えられると、まあこれがつきますね。まあね、ギガボディとかね超ギガボディにするとねまた変わってくるんですけどね。はい、そして図鑑なんですけど、まあね、メガボディにすると AI1 から3回行動、ギガボディで裸一貫、まあ何も装備してないとね攻撃力は大幅に上がると思います。で超ギガボディで光の波動がつきます。でね、これはね聖なる力を宿した真珠、かつては幼い姿だったがあるモンスターマスターとの大冒険の末成長を遂げたと。これはねワンの話ですね。まあ前のねパート75でも紹介したんですけどね、こちらも紹介したいと思います。そしてデモンスペリオ、こちらが AI1 から3回行動がメガボディでつきます。で G でギガボディで闇ブレイク、まあ闇系ですね完全に。で超ギガボディで闇の波動がつきますね。そして真珠キングスペイリオが邪悪な力によって身も心も暗黒に染まった姿、すべてを切り裂く爪を持つ。というのもね、これもね、前の前作のジョーカーのシリーズでね、まあ、キングスペイリオとかね、デモンスペイリオ普通に出てきたんですけどね、その中のストーリーの話ですね。まあ、この2体はね、まあいろいろね、派生してね、面白い派生していったりね、イルルカでも出てきたのでね、まあ、ちょっと面白かったんですけどね、派生がね。で、今回も出てくるので、まあ、今回の最後の配合までの大きな鍵となるのがこの2体だったのでね、まあ、最初出てきた時改造だったの分かんなくてね、こっちはね本当にすぐなんだろう、ラーミアと、違うな、身長レティス、ラーミア、リュウジンオンってねすぐ作っちゃったんですけど、まあラーミアとリュウジンオンは最近なんですけどね。でこっちが本当になかなか手に入らなくて、今回ねこの2つ正規品やっと手に入ってね、ステータスもやっぱ違うかなって感じがするんですけど、このデモンスペリオが入ったことによりまた配合の幅が大きく広がったので、まあ、次回からこれを使った配合全部パーって一気に出していきたいと思います。なのでデモンスペリオに乗ってみましょう。はい、デモンスペリオですけどこんな感じですね。でジャンプ力が異様に高いと。まあね、普通にレジアクセルとかより全然高いですね。スピードは遅いですけどね、ジャンプ力はまあ大きいですね。高いところにはすぐ登れるんじゃないでしょうかね。はい、そして配合なんですけど、このキングスペリオの場合はね、まあオレンジだったらどうなのかな。おお、青くなる。あれ、オレンジ色で、待って今これでしょ、これが正規でしょ。あ、違うか、これが青くなるで、黄色だと、黄色だと紫、なんかちょっと違いますね。真っ白だったら真っ白なのかな。じゃあ、おお、真っ白スペリオ。じゃあ黒だったら、もう完全にデモンスペリオになっちゃいますね。じゃあキングスペリオをデモンスペリオの色にして、デモンスペリオをキングスペリオの色にしたら分かりませんよね、名前も変えてね。赤とかどうなるんだろう。うん、赤は、まあ、これ正規の色ですけど、赤でもそんな色変わらないんですねこれね。緑は、あ、緑にすると赤になる。なんで、このモンスター色が変えにくくなっています。まあ確かにそうですね、額の色しか変わらないですねこれね、ほとんど。白にすると、あ、白にしてもそんなに白くならないですね。デモンスペリオの場合はちょっと黒がかった白ですね。ああ、そういうことか、もう完全に黒になります。じゃあ分かりますね、キングスペリオとデモンスペリオの違いは、まあ、こんな色ですね。もう一個調べましょう、赤とかやってみようか。赤にするとこんな感じですね、乗る場所が赤になってね、周りが黄色くなると、こういう感じですね。はい、ということでね、まあ特にね戦闘で使うわけではないのですが、まあこの検証ね、ステータスが全然違いますねこれやっぱりね。まあこれをね使って配合していってね、まあ一番最後までいきたいと思います。なので、ね、次回から配合やっていきたいと思います。でご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。